っぱりしましたわ。それにしても上条恵奈美、何なのかしら、あいつは。久保田梨沙もさゆりさゆりって秋葉さゆり。そうだね、レイちゃん。レイちゃん?まったく、なれなれしい。好きになれませんわ。なんですの?やあ、はじめまして、わたくし。わたくし、何、何なの、何なのよあなた。だから私もあんたさ。ふざけないで。私は私だけ。金崎玲は私一人ですわ。ああ、そうさ、ほんの少し前まではな。どういうこと？あんたが私を産んだんだ、地下で。思い出したかい？そう、私はあんたの DNA をスキャンして作られたコピーゾンビさ。コピーゾンビ？だとしたらあのコピー機は不良品ですわね。私はあんたみたいにおぞましい姿はしてませんわ。おぞましいか、さすが私。夢だけど、そんなこと言ってられるのも今のうちさ。あんたの言う通り、金崎玲はこの世に一人。当然じゃありませんの。だからさ、あんた消えてくれよ。お前ら、ジュー、な、何なんですの、汚らわしい。ゲビとゾンビどもが。まあいい、行くぜ。私あんたを倒して私が金崎玲になるのさ。はあ、なれるものならなってごらんなさい。行くぜ。戦いますね。風船を開けて差し上げましょう。ふっ、これでよしですわ。これでよし。やっ、これでよしですわ。
これでよし。それ打ちに出た。チェックメイトですわ。これでよし。ミスは？いや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 。これでよし。ですわ。まだまだですわ。それ。これでいい。くらえ、これ好き。やっ。効きますわよ。やっ。なんのこれ好き。なんのこれ好き。まだまだですわ。くらえ。やるじゃねえか。これでよし。ですわ。くらえ。ぜえ。こうするありませんもんね。私拾っておきましょう。さすが私だ。そう簡単には倒せねえな。金崎先輩、1号館に。あ、え、金崎先輩が2人。久保田さん、あなたの目は節穴。こんな劣化コピーと絢爛華麗な私を一緒にしないでくださいまし。劣化コピーで、でも。よう、久保田梨沙か。いるぜ。あんたも上条えなみも。え、私がいる。そうさ、私の仲間だ。それにあと二人もな。あと二人、それってまさか。なあ、私よ、私はあんたの欲しいものを持ってんだ。本当は欲しいんだろ。あんたも仲間。おだまり。金崎さん。久保田さん、なんでここにいらしたの。何かご用。新しい拠点が見つかったので知らせに。そう、ご苦労様。行きましょう。あ、はい。私の美しさがやっと戻りましたわ。カードキーは1号館の中にあればいいのだけど。
そうですか。私じゃ頼りになりませんね。私たちはあなたの駒ではありませんのよ。マヤヤに言わせればエナミーは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。自分は自分の決めたことをしなければ後悔するだけだ。ヒニジに頼らなくても私がカードキーを見つけてみせる。探索ミッションだ、始めるぞ。これで拠点は確保できたか。上条先輩、金崎さんを連れてきました。ああ、すまない。上条さん、ご報告があります。報告？私のミスで新しい敵が生まれてしまいましたわ。新しい敵？金崎さん、コピーゾンビか。
私も上条先輩のゾンビもいるみたいです。それに私の劣化コピーの話から察するに、秋葉さんと姫路さんはコピーを作るためにさらわれたようです。その原因は全て地下で私がボタンを押したせいですわ。ずいぶん素直に認めるんだな。お前本物か？冗談はおよしになって。ええ、認めます。私が身勝手でしたわ。自分と同じ姿をしたゾンビが目の前に現れてごらんなさい。あの嫌悪感を思い出せば自らの過ちを認めざるを得ませんわ。今もおぞましさが消えません。で、どうしますの？秋葉さんたちを助けに地下へ行きます？そうだな。あの、おびき出してはどうでしょう。金崎さんの話からすると、コピーたちは私たちオリジナルを倒して自分たちが取って代わろうとしてるんですよね。だったらこっちからの挑発に乗る気がするんです。もしこちらから地下に行って罠でも仕掛けられていたら。だから、うん、久保田の意見一理あるな。しかしどうやっておびき出す？私に考えがあります。なんじゃここは！武器か、ありがたい。